さあ、コーナーキックセットプレイ。シャナティップ中で待つんですね。シャナティップがちょっと、めちゃくちゃなんか、ああで、ニアでもらって渡してみたいな感じだった。シャナティップ、後ろが来てないの分かって、ちゃんと、松木かな、のコースをちゃんと聞いながら言いましたね。松木じゃない、青木だ。シャナティップ、なんだよ、強度っていうか、重さみたいなことだよね。守備をしないわけじゃないんだけど、重さあったりとか、なんだよ、こう、ファイター感っていうのかな。それもただのイメージだったりもしますからね。だから実際今回見てみないとね。この試合見た上で、やっぱ足りなかったね、になるのか、イメージ通りだったね、なるのか、もうちょっと待って。いいですね、シャーティプル。戻すと見せかけて、相手の前入って。あ、ちょっと戻りながらになっちゃったけど。レンはシャーティプルには全然似てないかな。まあ、顔違うけども、なんか振る舞いとかいろいろ鑑定っぽいなと思うんですけど、ね、なんかずるい感じが。ずるくて、ちっちゃくて、みたいな。今日レンのシュートのせいで、僕顔面ブロックしました。シャナティップ、ウィング向きというか、コウチーニョとかインシーネみたいな使い方。ウィングに置いてはあるんだけど、中にどんどん入ってきて、共有力高い、テクニックも高いプレイするみたいな。インサイドハーフだと、守備の時のね、中の強度がね、343の左シャドウとか、433の左ウィングとかね、そういう方が合ってるかなと思いますけどね、この、攻守における全部のね、適材、適所を考えると。この形で使うんだったら、一列前に出して、途中で一回あったけどね、ツートップの一角みたいになる形とかね。ね、あ、奪い切る守備苦手な。ファンタジスタってそういうの言うかわかんないけどね。お兄さんもそれ分かって使ってると思ってますけどね。今の戦力上。シャナティップの印象。うまいけど、でも、川崎がいい時のワンタッチのパスポンポン繋いでとか、細かいパスワークみたいなのできてないっすよ。でも、それもボールの出所が落ち着いてないから、後ろがね、ハマったまんまやるんじゃなくて、ズレ作りながら余裕持って持てる人でゆっくり回しながら、勝負どころでラインカウントがファジにつけて、そこからダイレクトプレートができるようになるといいですよね。普通に、ニアゾンランみたいに使ってって、あー、そこ背中向いちゃうか。前向きで仕掛けられそうだったけどね。お、面白い。さあ、ここから切り替え。あー、チャーティップちょっと寄せ緩いね。後ろね、カバーもいたからもっとガッと行ってよかったとこですね。あー、やっぱキャンプ433。あー、長友行って、裏、出すかな、出さないかな。タイミング合わなかったけど、さあ、レアンドロから。おっと、引っ掛けたか？チャナ。あー、引っ掛けちゃったか。ちょっと運動量的にまだきつそうっすね。さっきの切り替えのところもね。フリーキックなのかな、これ。うん。コンディション整ってない感あるよね、チャーティップ。でもまあ、あれだけど、今 FC 東京の話ばっかしちゃったけど、やっぱ川崎すごいっすね。うん。そこもね、まあ、チャナティップはまあ、コンディション戻ったらあれだし、塚川も通るのもね、1年もやっぱ伸びてんな、みたいな感じですよね。昔見た時よりもなんか一人一人の凄みを感じるっていうか、今年も強いんだろうな、みたいな。これで FC 東京良くなってって、浦和も良くなるだろうし、ガンバ大阪も良くなってたらいい。普通に今季の方が J リーグ全然楽しみですよね。初めてのゲスラーが飾った昨日、僕待ってる人なんているのかと、マイナスな思考変えたサビの歌唱あなた alone。 散らかってるメモ重なってくデイの読み返す意味ねえと、まだ伸ばせない手を目の前をただ過ぎ去って。